県が進める事業をめぐり北葛城郡の山長が知事や県議会議長に丁寧な事前の説明などを求めた要望書を受け山下知事は会見で事実と異なるなどと反論しましたこれは今月7日に広陵町と蒲牧町王子町から 今後、事業を実施する際関係する市町村に丁寧な事前の説明と相談を求めた要望書が山下知事らに提出されたものです会見で山下知事は王子町での計画を見直した新・西和医療センターの移転に関して 去年6月に記者発表をする前に当時の土屋副知事らが各町を訪れ移転先の見直しについて説明したほか候補地選びも清和7町の了解のもと進めたなどとした回答書を郵送したことを明らかにしましたその上で要望書の内容は事実と異なるなどと反論しましたまた JR 法隆寺駅南側とした移転先については覆すつもりはないなどと述べ 知事と地元の町長との間にできた溝は深まったままです。